行きたくても生きれない人たちがいることを知ろう。私たちの周りには生きることができない状況にある人々がいます。身体的な障害や精神的な問題、経済的な困難など様々な理由で彼らは生きることが難しい状況にあります。しかし彼らも私たちと同じように生きたいと願っています。彼らの置かれている状況について知ることは、私たちが彼らに対して理解を示し支援をすることができるようになる一歩となります。彼らが直面している問題や困難を知ることは、私たちが彼らと共感し助け合うことができるようになるため、とても重要なことです。生きたくても生きれない人々の苦しみに目を向け、自分たちがいかに幸せであることに気づくことが大事だと思います。人間として生まれたこと、そして日本という国に生まれたことに感謝の気持ちを持つことはとても大切です。日本は豊かな自然や美しい四季、安定した社会システム、高い教育水準など多くの恵みに恵まれた国です。そして人間として生まれたことは、感情豊かな心や知恵、想像力などの素晴らしい能力を持っていることを意味します。これらの幸せを感じることは、日々の生活をより豊かにし、自己成長や人間関係の向上につながるでしょう。自分の立場や環境を愛し、大切にすることで、より豊かな人生を送ることができるのです。そして、その豊かさを感じることこそが、人間として生まれたこと、日本で生まれたことの幸せな真髄なのかもしれません。もし人間でなくゴキブリに生まれてきてたら、結果はおそらく不幸に思うでしょう。ゴキブリとして生まれた場合、多くの人間はその存在を忌み嫌い、駆除しようとするでしょう。生存のためには常に逃げ惑い、食料を見つけることも難しいでしょう。また多くの人々から差別や虐待を受ける可能性が高く、環境の変化や食べ物の不足により苦しむことが予想されます。そのためゴキブリとして生まれてきた場合、不幸を感じることが多いでしょう。なので不幸を数えるのではなく、幸せなことを数えよう。人生には良いことも悪いことも様々な出来事が起こります。時には不幸な出来事が重なり、心が沈んでしまうこともあるでしょう。しかし、そのような時こそ、幸せなことを数えることが大切です。例えば、家族や友人との笑いあり、温かい支えあり、美しい自然あり、幸せは身近にたくさんあるものです。不幸を数えることで、悲観的になるのではなく、幸せなことを数えることでポジティブな気持ちになれるのです。人生の中には必ず幸せがあります。それを見つけて感謝することで、心の平穏を保つことができるでしょう。